はい、それでは惜しくも準決勝敗退となりました早川の太もも選手のインタビューでございます。まず試合を振り返って一言ずつ思いをお願いします。日本有志の早川です。試合を振り返って思うことは、まあ、相手がめちゃくちゃ強かったっていうだけです。準決勝まで勝ち進むことができたんですけど、やっぱりトップの今世界トップのペアと戦ってみて、やっぱり今の自分たちのミックスとしての実力は多分今のあれが現状だったと思うのでっていう感じです。まあ、めちゃくちゃ強かった。どういうところが、まあ、歯型が足らなかったかということと今後につながる何かが、まあ、成果とかね、何かあったらそこでお話しください。そうですね、相手の、まあ、ドライブのクオリティが一番高かったっていうのはもう、はい、一番高くて自分たちの方がミスが多かったのと、その中盤の点数の取り方が ものすごく相手の方がうまくて、もう簡単に僕たちはミスしていたので、まあ、序盤相手もミスはしてたんですけど、中盤以降そのミスが減って逆に僕たちの簡単なミスが増えてたっていうところがやっぱり、まあ、違うのかなっていう。今後に向けてはやっぱりそこの中盤の点数の取り方なり、まあ、簡単にミスしないことをもっと頑張っていかないとダメなのかなっていう思い、ダメなのかなっていうふうに思います。中国だとかヨーロッパの強い選手はすごい徹底してやっていると思うので、自分たちはまだそこがこう曖昧な部分があるので、プレーしている中でも迷いがあるしっていう部分が今後埋められてきたらまた違うんじゃないかなと思います。はい、それでは質問を受けいたします。バイタイメント名前のお話ので質問をお願いします。どなたがいらっしゃいますか。まあ、テクニックがあるのでクロスヘアピンやったりストレートヘアピンだったりこう技が多彩なので、まあ、決勝ではそれをやってくれると思うので、まあ、間違いなく優勝してくれると思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。バドミントンの佐々木です。2人とも本職のダブルスがあると思いますが、その中で今後でもこう結果を出せたというのは、リオの日程でもこう好材料だと思うんですけれども、やっぱり2つでいきたいという気持ちというか、今後でもメダルを取りたいという気持ちが生まれていきます。正直、まあ、ダブルスの方がやっぱメインなんで、やっぱそっちの方頑張りたいという気持ちもありますけど、やっぱりミックスでの世界との差がやっぱりまだまだ全然あるので、そのメダル取るかって言われたらやっぱ厳しいと思います。
持ちとしては取りたい。気持ちとしてもやっぱりやっぱメインがダブルスなんでそっちの方頑張りたいなっていうふうに思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。いらっしゃいですか。ボクシングの方があるかもしれないです。今の質問は松本さんの方に。そうですね、やっぱりこう女子のダブルスで今メダルを取るっていうことが一番の目標としてあるんですけど、まあそうですね、こうやってなんか少しずつミックスでも勝ててきてる部分もあるので、2つオリンピック行けたらいいなっていう思いも、まあ、少しは思ってきました。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。いいですか。はい、今までミックスっていうとちょっと、まあ、負けた言葉はあるんだけど、そんな部分があった気がするんで、でそれが池塩君が登場してたら注目を集めるようになって面白いじゃないかというふうに見方も変わってきたわけです。でここにベスト4で場内いっぱいのお客さん、あの大声援、お二人どんなふうに受け止めました。やっぱりミックスもこうやって人気が出てきたので、やっぱり簡単に負けられないっていう気持ちもありましたし、こういう観客の前で試合できるっていうのはなかなかないことなので、すごく嬉しかったです。そうですね、やっぱりこう今までミックスダブルスって言ったら、日本はあまり勝ってるイメージがなかったと思いますし、私自身もあまり勝っててるイメージがなかったんですけど、今回自分たち自身もスーパーシリーズで準決勝に残ったのは初めてですし、それがこのジャパンオープンで、やっぱり見てくれているお客さんは多分ミックスを見てて多分面白いと思うので、男子の選手を女子の選手が取ったりとかカウンター返したりっていうのをすごい魅力のある種目だと思うので、ここのたくさんのお客さんが入ってくれた中で日本人選手として唯一残ったっていうことは良かったなと思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。よろしいですか。はい、それでは早川真智選手の記者会見を終わります。ありがとうございました。